はい、ということで本日は非常にクリアな音声が入っているのではないかなと思いますけども、素晴らしい、ね、やっぱりこう今、うん、僕は何を喋ってるのかが全く分かりませんが、はい、もう音入ってないとかやめてよ、はい、ということでですね、今回の動画はですね、はい、まあ DIY をね、いつも来てるクリス君にさせて、はいはい、まあ、僕が教えてる動画をわちゃわちゃ撮ってたんですけれども、はい、うん、なぜかですね、うん、音が取れてないっていう、ちょっと反省してもらっていいですか。いや、まあ GoPro なんで、あ、まあ、そこはやっぱ GoPro なんで致し方がないとは思うんです。ほら、細田さんやったらレンズが汚れとったんやって、レンズがほんまいつもなレンズが汚れとんやって、これ GoPro のまあまあそこの管理はね、うん、まあ致し方ないんですけれども、はい、これですね、はい、まあ岡国行く前ですかね。そうですね、岡国行く前にですね、まあクリス君が、はい、ブレーキローターとパッドの交換しようと思うんですよっていう件、うん、したらええやんって言ったら、いやちょっとやったことないんでっていう件、はあってなってやつやな、うん、でもそんなネジ外して、うん、ポンポンってして、うん、キュッキュッってつければオッケーオッケーって言ったらもうなんかチワワのような目で見てくる。いや、やったことないっすよねって言ったよな。そう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 、で、今までじゃあほんまに何もやったことないのっつって言ったら、まあ、ほんまにやったことがなくて、でこれ今ね、はい、下でゴゾゴゾやってるじゃないですか、はい、まあ、何をしてるかっていうと、ネジ1本が入らんのですってずっと言うんですよ。ああ、そう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 、フロントキャリパーのな、うんうん、入らん入らん入らん、ほら、ほら、いや入らんのよ入らんのよってほら言いよるやろはいはい、はい、ちょっと貸してみーと、そう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 、ね、ほんだら、うん、シュッて入ったよ。確か僕がやったらシュッと入ったんですけど、うん、まあでも昔やっぱり最初の頃ってそうじゃなかったっすか、うん、まあそうなんかな、そうやったかな。これちなみにこっち右前やけど、はいはい、左前の時もネジが入らん、はい、ネジが入らんって、はい、でそんな入らんことないやろって言ってじゃあ相田さんやってみてくださいよって言ったら、はい、秒で入ったっけ。そうやろ、そうなんやってやっぱな、そこはな、もうな、やっぱな、穴っぽこのところをな、こうやっぱどうして、こうやっぱぐちぐちってやって見つけて、うん、でもうあここやってなった時にグッて差し込んでククってできるかどうかよ、やっぱり。そうだよな、で感触でほら、感触でほらジョリッとあ来た来たみたいな、なるやん。そう、それはね、やっぱね、いかんのですよ、はい、やっぱ経験値なんですね。経験値なんです、そこはもう本当に、うん、っていう話をしながら、でも、はい、でも DIY 昔からその、まあ、割と相田さんなんかだってやってたでしょ、比較的。まあ、とりあえず自分でやってみて、うん、あかんかったら困ったっていうタイプでも、うん、割とどっちかっていうとバイクとかでもサービスマニュアルを一回熟読してからやる方かな。あ、そうですね、僕もまあどっちかって言ったらそうですね、うん、ほら入ったやろって言ってなんでやろなんでやろっつって顔しとるやつやな。そう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 、でも僕もそうですよ、基本的にほら毎日が初めてのことが多いので、はいはいはい、なんでまあ入庫予定立ってるやつに関してはやっぱ一通り、こんな僕でもやっぱりまあマニュアルがあるやつはマニュアルはもちろんそうやし、うん、ないやつに関したらもうそれこそ何みんながこうブログ記事書いてるようなやつ、はいはい、民から、そう、民からみたいな民からすごいよな。いや、あれすごいよ、大体出てくるもんな。そう、民からとか、うん、あとはなんかそのグーピットみたいなやつのとか、あとは誰かのブログ記事みたいなとか動画とか、うん、ただあれ気をつけないかんのは、まあまあ嘘も混じってるけん、そうやね、だけ、うん、何回かやったことある人とか、うん、まあ俺とかみたいにそのいろんな車種をちゃんとやっとったら、はいはい、あ、これは多分違うっていうのが分かるんやけど、うんうんうん、これこの記事を見てこのやったやつがおったら多分悲惨なことになるんやろうなとかって思いながら、うん、いつも見たりはするけどな。そうですね、まあ、ネットの情報はな、うん、嘘も入っとるけん、そうそう、それをどこまで判断できるかっていうのもあるよね。ある、もうそこをどう取捨選択できるかっていうのはやっぱな、はい、才能やと思うんですよ。そうですね、まあでもね、この時、うん、結構このフロントのキャリパー1個とかだけでも、うん、まあ、やっぱ細かいこと結構伝えながら、まあ、やじょったら、まあ、やっぱほんま初めては初めてなんやけど、うん、やっぱ楽しそうやったな。まあまあそうやね、うん、そうそう、だってこの後ほら僕散髪行ったじゃないですか。そうよそうよ、 前だけ終わったんで、じゃあ俺散髪行くわっつっておらやなってさ、むしろまあええけど
でもリアはほらあれがいるやん、 SSP がいるやんか。そう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 、キャリパーはね、あのこいつあの、ピストンあの出てくるタイプのやつやけん、サイドブレーキな。そうなんや。そうそう、だけあの散髪ショールの時に電話かかってきて、あの SST はどこですかって聞かれながら、どこにあるんつってやりましたね、うん、そう言われてみれば。はいって渡したら、これどうやって使うんですかまあなるわなーって、まあ、なりながらでもなんかやっぱ酔ったけど、終わった後に、うん、自分でこうやってやってみて、うん、でその実際こう触ってみて、うん、なんやかんやこうやってするとなんかいろんな仕組みが分かったりとか。そうですね、なんかいろいろあの、うん、なんていう、あ逆にこんなもんなんやって思うところもあれば、はい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 、逆に例えばね、そのネジ1個でこんなにもってなんでできんのやってな俺なんでできんのやってなったりするやんか。だけど若干あのネジ入らんかった時若干へこんどったけどへこんどったお前も大したことないのって。そう、いやそんなことないんですけどって言いながら。まあ彼はねでも優秀マンやから多分優秀、次からは一人で一発でできる、できるな。だけやっぱこうやって物を教えよったりとか、やっぱな、うん、整備、うん、修理作業とかやらしたら、その人間の優秀さって測れると思え、測れる、センスが出る、センス出るよな、うん、ほんまに。いやそう思った。やっぱり例えば初めてこうやってやるにしたって、うん、そのなんかこうやりながらであの見よって、例えば次どう動くかとか、例えば一回言ったことに対して覚えとるかとかっていうのは、うん、結構な、そう、次の道具の段取りとか、ね、そう手が届くとこに次のパーツや、ね、うん、道具置いとくとかやっぱあるよね、うん、あとはもう当たり前のことかもしれんけど、一回言ったことがちゃんとできるかとかな、うん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 、やっぱそこってこの自動車整備というか、こういうまあ DIY 作業ってもう全ての人としての能力が問われるやんか、うん、まあそうやね、うん、いろんなもんが分かってないとできんもんね、うん、そうだけんやっぱその辺に関してはそのなんかこうやりながらあの、はい、経験しながら、うん、やっぱできることとかそんなんはあの増やしていけるようになるやろうし、はい、なんかちびっこのうちとか、うん、まあ、あとは大人になってからでもええけん、たまにこういう作業を自分の車とか、うん、自分のその何やろ、あの手届く範囲の内容とか作業をするっていうのは大事やな、やっぱええと思うな、うん、ほんま。俺だけあれは子供の頃、うん、幼稚園ぐらいの頃に、うん、あの、うん、家の工具という工具を隠されとったっけ、うん、どういうこと？何でもバラバラにするドライバー持っとったら何でもネジ外しまくるって言って工具箱を隠されとった。ああなるほど、うん、もう昔あるやな、あの自分でバラ何をバラバラにしたんやったっけな、あれなんかバラバラにしてもう組み立てれんのにバラバラにするなって言ってむちゃくちゃこう言われて、じゃあ組み立てるって言ってなんかしばらくなんか、はいはいはい、あだからちょっとしたおもちゃかなんかやったんやけど、それを格闘しとった記憶があるわほんまに。そうですね、そういう探求心大事なんで、大事なんでやっぱね、うん、そこは全てに通ずるけん。だってやっぱな、中身どうなっとんやろって俺めちゃくちゃ気になるもん、今でも気になる。やっぱ仕組みとか、うん、そのなんていうの、作用とか、例えばネジ1個とか、うん、バネ1個とか、例えば見たことがない形とかってなっとったら、はい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 、まずそれがそのそもそもどういう意味なんやろうとか、そう何の意味があるんやろうってなるもんな、ほんまに。でもそういう風に思わん人が多いらしいですよ。いやでもさ、やっぱそういう風に思ったりとか、うん、そのやるっていう土壌があったら、どんな環境だったりだとか、どんなとこでもやっぱ楽しめると思うよな。まあそうですね、自分でなんとかこうなんていうこう、うんうん、なんとかしようとする発想が生まれるやんか。そうでも結構な、うちの子供とかでもそうやけど、うん、その自転車の整備とかが一緒にするんや、うん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 、土日に、うんうん、まあ、ちゃんと油させようとか、ちゃんと洗えようとかって言うけど、うんうんうん、もし何かあったらどうしようって言うけど、はい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 、はい、ならんわ大丈夫大丈夫や、大丈夫。いやほんまそうで、だけど仕上げはお父さんじゃないけど、まああの何細かいところとかそんなんは見るし、うん、で分からんかったらその調べ持ってやったらで、今なんか大体できるやんか。まあ、よっぽど取り返しのつかんことじゃなければやってみてからな、うん、そうやっちまったなでええと思うんやけど、うん、いやええと思うよほんま。なかなかね、最近そうじゃないらしいんですよ。失敗を恐れる子供たちやけん。ああだからもう思ったんですよ、うん、それはなぜか、なぜか大人たちですら失敗したくないからですというか大人たちですら失敗してないからです。失敗したという事実が許せない漫画多いからな。そうなので日本の国やんかそれ。そうなんや、だから俺はもうひらめいた今、お
この、うん、あの例えばまあ今これやじまブレーキパッド交換とかやけど、おうおうおう、この DIY 整備みたいなぐらいでできる内容とか、うん、まあ部品の A から A っていう付け替えぐらいをこう自分たちでさせることによって、うん、こういろんなこう脳のあの考え方が刺激され、うん、日本は良くなると思う。そっか、多分。でもな、この間悩んだけどな、DIY の教室とかあるやんか、うん、あるあるある、椅子を作りましょう親子なんとか教室みたいなとかが最近成り立たんのやって、うん、なんで？なぜならお父さんがすでにできないっていう、うん、そうなんやって。だから俺は子供を教える前に、うん、もうすでにお父さん連中とか、そう、もうおじさんからやっぱせないかんなって思って、そうらしい。で今のなんか40だけ、50からちょっと下ぐらいを境に、うん、その DIY 能力がもう著しく低いんだって、うんうん、分かりました。じゃあもうおじさん向けの、あの教室をしましょう。僕はする。いや、ちょっと一人を選ぶけどあのあれ、はい、DIY 車整備教室、そう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 、時間なんぼかで僕をあの講師にできます、キリって言って。1日5万ぐらいでやったらもうそれだけしょる方がいいんじゃんいいに言いながらな。そうそう、で、ああ、それはもう難しい修理やったらもうお前やっとけってでそこでセンスあるやつおったら、うん、あ、ピックアップうちに来るかそれええな捕まえたら求人活動で一石二鳥やな。いや、でもなんかそうそう、なんか興味がある人がおったんで、まあそんなんもしますんで、うん、はい、ということで尺がなくなりますので、では、チャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。